MAC-10 短期艦銃ゴードン B イングラムはアメリカ合衆国の銃器設計者。ミリタリーアーマーメントコーポレーション社の創設や MAC-10 短期艦銃の設計などでその名を知られる。MAC-10 シリーズがイングラムの名と共に代表的な短期艦銃の一つとして普及し始めると彼はマシンピストルの父と呼ばれた。 MAC-10 の設計はその後も40年以上生き続けたが、その他にも試作品を含む様々な重機の設計に携わっている。1924年、カリフォルニア州ロサンゼルスに生まれる。第二次世界大戦中、アメリカ陸軍にて兵役についていた頃から重機設計の世界に興味を持ち始めたという。1946年、M 号として知られる。 短期間銃を設計する。M5 という名称は、当時陸軍で正式採用されていた M3 短期間銃及び、将来採用されるであろう M4 短期間銃に次ぐ製品という意味合いで、これに先立つ M1 から M4 までのモデルが存在するわけではない。結局、M5 は試作に止まり、本格的な生産は行われなかった。百四十九年、 ポリスオードナンス社在席中に M6 短期間銃を発表する。M6 はトンプソンサブマシンガンによく似た外見的特徴を備えていたが、プレス加工を多用するなど生産性を高める工夫が施されていた。少なくとも1万5千丁が生産され、アメリカ国内の法執行機関や南米諸国の軍隊によって採用された。M7 から M9 までは、 M6 を発展させた設計だったが、いずれも試作に止まっている。ポリスオードナンス社を離れた後、イングラムは、アーキアガアームズ社に移り MR-64、短期間銃の設計に関与する。アーキアガアームズ社は、ポリスオードナンス社に勤務していた、元ペルー軍将校、フアン・エルキアーガが創業した企業で、MR-64 の他には、ペルーや台湾などを顧客と想定した。 M1 ガーランドに M14 小銃相当の機能を付与する EM-62 小銃の開発を行っていた。1964年 M10 短期感銃を設計する。M10 はそれまでイングラムが手掛けた短期間銃とは一線を画す単純さを重視した設計で、いわゆる第三世界での販売を想定したモデルだった。最初期の試作モデルでは、 イギリス製ステン短期缶銃と断層の互換性があった。アーキアーガー,アームズではこの新型短期缶銃をカタログに掲載したものの注文はほとんどなく追加生産も行われなかった。1969年、イングラムはアメリカ政府向けの環急用消音機の設計、製造を手掛けるサイニックス社に移る。同社のオーナーだった。 ミッチェル・ウェーベル3世は元オースエージェントで、彼は小型軽量なイングラム M10 に消音機を取り付ければ理想的な特殊作戦用短期艦銃になり得ると考えた。その後、消音機付けの M10 は特殊作戦用短期艦銃として陸軍に採用され、1970年にはイングラムとウェーベルが共同創業者となり、ミリタリー・アーマーミント・コーポレーション社が設立されている。 1970年代後半から1980年代初頭には、軍用自動小銃の設計に携わった。これは、ソマリアの消火器開発を向上させるべく、ドミニカ共和国のサンクリストバル兵器省が主導した計画の一環であり、イギリスで鋳造された部品をもとに、イタリアで製造され、ソマリアで試験が行われるという複雑な多国間契約のもとで開発が行われた。 ソマリア側は 7.62X39mm 弾仕様での設計を求めていたが、イングラムはこれに加えて、223口径と308口径仕様のモデルも設計した。大まかには、ロングストロークガスピストン機能を組み込み、スケールアップした M1 カービンという設計の小銃で、核、仕様ごとに AK-47 用弾装、AR-15 用弾装。 フェル用断層が使用できた。しかし、結局は契約の複雑さに起因する混乱や汚職のため、少数の試作品が完成するに止まった。2004年死去。ありがとうございます。